トゥルゴビシュテは、ルーマニア南部、ムンテニア地方ドゥンボビツァ県の県と、1396年から1714年までの間は、ワラキア公国の首都で、公の居住地であった。町は、ヤロミツァ川の右岸の谷の上の標高260メートルの段丘に位置し、ドゥンボビツァ川とヤロミツァ川に挟まれた地域にある。キンディア島、 ターネルチン次栄新石器時代にはこの地域にすでに人が居住していたことが市内と近郊で実施された考古学的な発掘により証明されている。博物館では次の青銅器時代と鉄器時代の工作の遺跡を見ることができる。また、現在のトゥルゴビシテのスセニ地区では2世紀から5世紀の居住地の跡を上に重なった8世紀から10世紀の他の 原流マニアの遺跡越しに見ることができる。中世には3つの大陸から到着した地方の生産者たちの商品を交換するヨーロッパの市場となっていた。12世紀から14世紀の期間に市場が発展し、農村の居住地が形作られた。文献に初めて登場するのは1396年でアンゴラの戦いで活躍したドイツ人騎士。 ヨハネス・シルトベルガーの旅行記に登場する。ミルチャロー公の時代には町はワラキア公の居住地となった。この時代に現在はンデ利ア島を囲む遺跡となっている公の宮殿が作り直された。最近の考古学的な研究では宮殿はミルチャロー公の時代よりも前からこの地にあったと考えられるようになっている。年からダンニセイによって作られた。 最初の商業規則が運用された。それは、トゥルゴビシュテ地方の税関の特権と国内で利益を得る権利を定めたものであった。また、ブラド・チェペシュの時代に死のシンボルとなっているキンディア島が建設された。現在、宮殿跡とキンディア島は周辺の教会などの建物と共に博物館の一部として公開されている。1499年、 ラド大公は今日では、デアル修道院として知られている、デアルの聖ニコラエ教会の再建をはじめ、これは次のブラド若年公の時に終了した。教会の壁画は1514年、ネアゴエ・バサラブ公の元、トゥルゴビシテの壁画職人ドボミールによって完成した。ミハイユ観光の時代、トゥルゴビシテは、中心部に要塞を築いた、シパシのオスマン帝国に占領されていたが、 1595年10月、ハンガリーとミハイユー観光のキリスト教軍は町を解放した。マテー・バサラブは町の要塞を拡張して強化し、古い教会を修理し、さらに新しい教会を数多く建設した。ワラキア港の宮殿の遺跡、コンスタンティン・ブルンコベアルの時代、夏の期間の官邸はトゥルゴビシュテにあったが、冬季のそれはブカレストにあった。 彼の治世の後、首都はブカレストに移り、その後トゥルゴビシテは人口も経済力も失い始めた。ワラキアがファナディオーティスの大けの統治下にあった期間、トゥルゴビシテの古い宮殿は完全に捨て去られ、貴族たちと地元の人々によって彼らの家を建てるための建築材料として使われるようになり、砦りは時の流れにつれ破壊されていった。 1821年のトゥドル・ブラディミレスクに引き入られたワラキア法規でブラディミレスクによってトゥルゴビシュテの統治を再び樹立することになったがトゥドルらはこの地でフィリケーテリアによって処刑された19世紀末ルーマニアの社会の近代化は経済的高度成長をもたらした例として1863年の市内への証明の普及 乗り合い馬車の運行とその後のブカレスとトゥルゴビシテ、カの鉄道の開通、声優所の建設などが挙げられる。トゥルゴビシテは、1989年12月の、ニコライ・チャウシェスクとその妻、エレナ・チャウシェスクの裁判と処刑の場所となった。ありがとうございます。